皆様こんにちは、ニコマリンです。近光が如月駅のことを引き続き探求しているらしきメモがありましたので、なくさないうちに読み上げておきますね。如月駅といってもこの地図はどうやら日本ではないようですね。この地図をご覧くださいませ。メモを読みますね。地図をスキャンすると地表から超深度にあるステーションレールウェイへの機密的な入り口が地表に33箇所ほど存在しています。ここは誰でもが入れないように高度なセキュリティで閉ざされています。そして超深度レベルに設置されているレールウェイは一層構造ではなく三層構造になっています。1層目よりも2層目のレール網が、2層目よりも3層目のレール網が、つまりたくさんの線路が整備されています。果たしてこのレールウェイはどこへつながっているのでしょうか。ここまでですね。最後に情報におけるセキュリティレベルライセンスの取扱資格はレベル3に限られる情報というメモ書きがありました。つまり機密文書扱いとのことのようですね。ということは皆様、このメモはどうぞ内密にここだけの話ということでお願いいたしますね。繰り返しますが、この情報は宇宙プログラムにおけるセキュリティレベル3の情報らしいです。大丈夫です、どうぞご内密に。これってなんだか楽しいわ。